新宿船、聖火11年6月21日は、李氏朝鮮初期の政治家。字は、広志沖が。号は、危険道あるいは、保ひまさい。死号は、ふみただ。本願は高齢、千四1439年に文下に合格して、管理となり、学問研究所兼政策諮問機関である、集圏殿に登用される。日本語、中国語など他の国の言語もうまかったために、 外交官としても活躍し、1443年には通信使の諸上官として日本に赴いた。また、定林氏らとともに、ハングルの創生や東国製院の編纂にも参加し、義理の祖父の委員会とともに、清掃の徴用を受けた。清掃の没後の1453年、主要大訓理による権力奪取に協力、と称使になる。 清祖が即位すると、大日下げ額になった。1462年には、朝鮮王朝の最高官職である両議制となった。清祖は彼を、党の大宗に仕えた名神、議長になぞらえたという。年は若い英宗が即位すると印象として、小聖院に入り、南の無本事件で政敵を排除。続けて、清州に仕えた。清州の命を受け、かつて、 室町幕府の足利義則将軍の没後に日本を訪問した経験をもとに回答諸国記を表し1471年に刊行している。参考イコール朝鮮王朝実録現在の韓国ではハングルを定義した訓民声音は清掃活動の著作物との認識が有力であるが同書の五序で定林氏が名前を挙げている。 修験伝の学士たち集団の作業であるとの見方もある。君民声音と体になっている東国声音の上は新宿船が書いており作業の中心的人物であったことが伺える。また1471年完成の海東諸国記日本国属の説明の中で男女となく皆その国字を習う。国字はカタカナとゴースと説明している点が注目される。 彼は、清祖の時に始まり清州の代で完成した、警告大典の編参にも関わっていた。彼は、晩年に、清州に遺言を問われ、願わくば、日本と質話してはなりませんと答えた。気有聖難は、端的には、清楚の孫である丹州の王位を、おじの主要王君が散脱したとされる事件である。清楚に徴用された、州圏伝の学士たちの中には、 短州の復権を図って処刑されたものもあり、中説が称えられている。一方、彼らの同僚であった、新宿舟は、主要置きを支持して徴用され、後に、両義性にまで登り詰めた。新宿舟は変節感と非難を浴びている。痛みやすい、緑豆もやしは、新宿舟にちなんで、スクチュナムルと呼ばれている。また、廃品医は呪名にあたる。彼女の母の紳士が、 自身の10枚。ありがとうございます。